いやどうも、うん、あのお疲れ様です。あのすいません、ちょっととりあえずさ、せっかく愛媛からさ、はい、チャリンコでわざわざね広島まで来てくれたんで、はい、3日間かけて来ました。まあ相当だよね、愛媛県の松山から出発して、うん、そう、まあ1日で一気に来たわけじゃないですけど、ちょっとずつ分けながら、ね、まあ、でもこの3日間で大体300キロぐらいは、いやそれぐらいは絶対行ってるはず、うん、今この広島県のもう端の方ですよね、うん、そう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 、西の方なんで、うちは、はい、うん、もうちょっと行ったらもう山口県、ね、そうそう、すぐもうすぐ山口なんで、いやもう本当にもう、ね、まあ、疲れたよね、しんどかったです、うん、あの地獄ですよね、地獄って、みんな楽しい旅と思ってる、はい、結構言われるんですよ、楽しそうだねって、うん、いい、あの旅いいねと、うんうん、その勘違いすんじゃねえよと、ね、なめんじゃねえぞ、うん、まあとりあえずちょっと、ね、それなぜかっていうと、ね、愛車をちょっと紹介してもらおうか、見てもらえば早いババンいや、りょうたくんバカだろこれ俺を見て驚いたけどちょっとみんなに勘違いしてもらえるもらってほしくないのが、マウンテンバイクだとか、そのクロスバイクだとか、そんな格好つけたもんじゃないんですよ、ね、これで本当皆さん見てこれ、変速キスはついてないからないです、ね、そんないいもんはないです、ただのママチャリ、ね、すごいよね、アナログです、うん、ここからまたどっか行くんだろうけどね、まあまだ完全に決まったわけじゃないですけど、今の気持ちとしては、うん、今広島県五日市市から、うん、まあここから次は九州へ向かう、九州ね、はい、これでこれで、うん、まあ亮太君行かれてるよね、本当、いやまさかこのチャリで来るとちょっと思ってもなかったよね。旅をし始めてからいろんな方から連絡があるんですよ、うん、本当に羨ましいと、楽しそうだと、ね、旅が、うん、俺もしてみたい、私もしてみたいよ、うん、遊びじゃないんでまさかこれじゃないからね修行です、精神修行、肉体と精神をとことんまで追い込んでるこの修行なんで、なるほど、名前もじゃないんですよ、はい、だからもう本当生きるか死ぬかの世界なんで、いやなんでこれかって思わせてやっぱ自分を追い込むためです、追い込むため、さすがりょうたくんだね、まあ、りょうたくんらしいって言ったら、はい、買いに行った自転車で、うん、一番なんかこう走らなそうだって一番辛そうなものを選びました、さすがね、幸せをつかむためには一番まず苦しむことだと思ってるんですよね苦しみの中に楽しさってあると思ってるんで、なるほどね、はい、一番困難な道を選びました、まあ、なるほどね、了解了解、はい、だから勘違いしないでください、分かった遊びじゃないです、 ありがとう、本当、はい